はい、妖精雑談散歩環状線、南環状線の続きから行きたいと思います。ちょっと見どころ多かったんでちょっと切っちゃいましたけれども、まあまだやっぱり交通量が多い、ところとなっています。洋服の青山がいきなりもうここからネタの方向になってますけれども、まあ、今回はね小坂まで行ってから帰る形で、小坂まで歩いてから、上プラ、まあ後で行くんですけれども、官邸局、矢野博美さんが宣伝している愛媛のね、タレントさんですけれども、結構面白いんですよね、おしゃべりうまいんで、まあ、ゴミックスとかよく参加してますけれども、まあ、何かとここ、本当、いい通りですよね、洋服の青山。なり、アパマンショップとかね、紳士服買うんだったら青山ってよく言いますけれどもね、まあ青木っていう選択肢がこの辺ないんでね、ちょっとやっぱり春山か青山かになってしまうんですけれども、まあ他にも様々あります。まあ松山のここ渋滞のメッカになってます。朝7時半から8時半ぐらいね動かなくなっちゃうんですよね、古川からずっと天山まで。まあその先小坂も動かないんですけれども、まあこれだけ通りがあったらね、そして昼なんかもその出入りでね混んでいるっていうのがねあります。ラーメン、チャーハン、定食の店、味鮮ラーメン、決して味が鮮、味がしないラーメンではなく味が美味しいラーメン屋さんです。台湾フェア。そしてこのジョープラですけれども昔大英だったんですよね。それがだんだんね大英が撤退してしまって今ジョープラっていう形になってます。まあ、食料品なんかは今バリューがね1階に入ってます。まあ、バリューも結構今希少な存在になっちゃいましたね。まあ、結構ジョープラなんかはね、まあ、ちょっとジョープラ行こうやへーとかって言って行くようなところなんで、高校生とかのお帰りの際にねよく寄っていたんじゃないかなと、松山のね高校生事情なんかはあると思います。まあ、あとガラポンなんかもね結構いろいろあって面白みがねあります。ドリームとか文具生活とか、そしてダイソーもここ巨大なんですよね。松山東警察署のポリスパトカーが走りましたけれども、まあ結構いかつくてかっこいいですよね。もう昔セドリックなんかもあったんですけれども、もうあの形に統一されちゃいましたね。ジョープラこの形で撮っておきましょうか。そして、松山で一番交通量が多いと言われている、小坂交差点まで行ったら、松山妖精雑談散歩の、南環状線部分ね終わりたいと思います。でここはなんかよく面白いですね。消費者金融、プロミス、アコム、セントラル、全部消費者金融のね絡みですけれども、まあ、これだけ並んでいるのもなかなかおもろいですよね。ねえ、なかなかこんなにセントラル、レイク、アイクル、素晴らしい最高のショーだと思わんかね。この通りだけで2回行っちゃいましたね。まあでもこれだけある、うん、共にお互いのパイの食い合いしちゃってますよね、これ絶対に。まあご利用は計画的にどの道ね、まあ借りないに越したことはないですけれどもね、やっぱ緊急事態なんかはね。あら、どうする、アイフル、当店 ATM 廃止のお知らせが出てます。
そしてレディー薬局、本当石が当たれば、石が投げたら当たるような勢いですね。住宅展示場、タピス天山、ハーピス天山、宣伝が流れてますけれども、なんかパチンコ屋奥に隠れてちょっと存在がなかったんですけれども、ありましたね、天国。まあそこでその流れで消費者金融に生かそうという流れなんかもしれんすけども。で、近くには松山南病院ありますね。さて、渋滞のメッカ天山交差点までやってきました。あの子供ちゃんちょっと抱いてるんで、子供ちゃんもなんかいい加減にしてますけれども、ねえ、松山の散歩楽しいかねえ、うん。で、あのパソコンのアプライドとかね、あります。で、エイブルとかさまざまね、飯田産業とかホーム関係で、小坂のね、そのイオン松山店があります。で、ここ車線がね、5車線もあります。1,2,3,4,5、うん、5車線ですね。ということでね、あの天山まで来たんで終わりたいと思います。南環状線の面白い、あれだけ並んでいる借金会社、消費者金融の会社ね、結構面白かったです。まあ、あのここから先はちょっと店が減って、坂を登って、小坂という形になっていきます。ということで、今回は阿蘇田から天山までね、歩きました。妖精雑談散歩、これで終わりたいと思います。また、別のところも歩いていきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。